10人に。アシュラだけちょっと食らいたくない。あ、でもアシュラも全部一桁やわ。どうもです。ということで、今回はですね、カチカチメダルをね、ニカにつけていけば、エンマゾロ余裕ということで、やっていきたいと思います。まあ、エンマゾロね、まあ、スキル1で、攻撃 20% 減少バフもあるので、こうやって当ててしまえば、基本的に1桁しか食らわなくなると、いうことで、まあ、バフさえ上がってしまえばね、結局ニカね、カチカチなんで、エンマゾロ怖くないんですけども、まあ、カチカチなるまでに、エンマゾロと戦う場面が多いので、まあ、そこでね、ダメージカット 95% ということで、まあ、ゾーン 15%、メダル 20%、特性 60% ということでね、そちらで、立ち回っていけば、まあ、そこまでエンマゾロ怖くないかなと。まあ、冒頭のね、検証動画多分見ていただいたと思うんですけども、一応ね、168% のサポートの、攻撃70プラス160のエンマゾロで、試させていただいたので、まあ、エンマゾロの側のね、パーセントがもうちょい低かったり、まあ、攻撃 70% 振ってなかったりすると、もっとダメージ通らないんでね。意外と、ニカさん、まあ、ほとんど怖くないかな。エンマゾロに関しては。まあ、元から 20% 減少する必要があるのかというと、まあ、今回試してみて、ちょっと自分も迷いどころではあるんですけども。まあ、今からね、リーグも行くんで、ちょっとその辺見ていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。ということで、やっていきましょう。さあ、裏にね、エンマゾロちゃん控えてたんで、ちょっとやっていきたいと思います。結構ね、まあ、昼バラ安定で強いよね、ニカ。あと、新ステージね、あれ、シーハタ近すぎ問題、ありますんで、貫通系のキャラが非常に強いんじゃないでしょうかというところで、まあ、メーザー砲だったりね、まあ、ルフィの、両方の貫通スキルは、間に合わない。もうこれ使ってまうか。はい、オーバーキル。オーバーキルにも程がある。はい、これは当たりますと、OK。さあ、こっからよ。正直防御上げてしまえば。地味に、今回のダメカットメダルはですね、ですね、まあ、エンマゾロに対してっていうよりかは、火力低い系の通常キャラ、通常キャラっておかしいな、通常攻撃、あとスキル、ほぼ食らわんから、まあ、非常にね、その防御無視のスキルに対しても、割かしダメカットで補えるというところで、非常に強いですと。まあ、ただ、強襲、あと、最近出た3時の、スキル2かな。あれに関しては、ダメカット無視ということで、オツです。オツです。それに関してね。ただまあ、3時、新キャラ3時、皆さんどうですか？バカほど、バカほど弱いですけども。いかがでしょうか？ニカに勝てないよね、タイマーあれ。はい。抜いちゃおう。まあ、ほんまに横やりって感じやな。サンジはもう正直きついかな。出て2日目やけど。ちょっときつそう。さっきも敵でおったけど。ちょくちょく見かけますけど。ちょくちょく見かけるっつってもほんまにたまにやけど。ちょっときつそうよね。やめて。はい。やっぱスキルの数で語れへんのかな。サンジとか。あ、ゾロ来た。さあ、どれくらい食らう？攻撃くれ。うわ、割合は痛い。はい、10人2。いや、スキル2はもうな、負ける要素ないんだよな。アシュラだけちょっと食らいたくない。あ、でもアシュラも全部一桁やわ。あらら、あらら。俺はじゃあ負けないな。ちょっと食らうか、ゾロの。痛い痛い痛い。ブーストはちょっと痛い。ブーストまで耐えよう。はい、オッケー。ちょっとどれくらい食らう？あ、でもブーストは1万か。さあ、今のでギリムーストやったっぽいですね。さあ、ちょっと殴ってくれや。17。あ、割合だけ痛い。割合だけ痛い。あー、アシュラは一桁。あー、軽く下がった。スキル1で軽く下がっちゃった。なるほどね。終盤はきつないね、やっぱ。ありがとう。はい、よろしくお願いしまーす。ということで、やっていきましょう。さあ、来たぞろ。さあ、どうする？どうする？さすがに？これは抜け割りやね。はい、OK。バジュラングにはバジュラングよ。これエリア内はきついよ。まずい。4果たされる。
4果たされるよ。あ、そうだよ。はいはいはい。はい、どうする？立ちまぐ。タイマーしようぜ。こっち来い。こっち来い。来た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 。でかいでかいでかい。熱い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 。これはとりあえず抜くか。熱いんじゃない？それは透けるんじゃない？通常どれくらい食らうやろ。おいで。200。ちょっとわざと食らうか。200。200。あんま食らわんない、やっぱ。これ多分、スキル1食らったんでかいよ。これ多分ノーダメちゃう、ほぼ。一桁ちゃう。来い。400。こうなったらもう負けるのないな。アシュラ食らうぐらいやもんな。アシュラもね、体力の、まぁ、ちょっとしか減らないんで。ちょ、任して任してもんな。まぁ、ニカ側が出来上がるとね、やっぱゾロさん何もできないというところで。まあ、いくらね、ゾロ側のパーセントが 170% とかあろうが、ダメージ通らないんで。よし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 。まあ、ブーストぐらいかな、注意するのは。なんで、ニカ側がね、出来上がってしまう。特にバジュラングガンで2体とか当てると、それだけで 40% 防御上がるんで、まあ、そうなってくると、まあ、初手のね、一陣におるニカに対してゾロが来るとかやったら、まあ、きつい盤面あるけど、バジュラングガンあったらゾロ側不利なんでね、そこも難しいよね。初手狙ったらバジュラングガン持ってるし、バジュラングで防御上がってるニカに対してはゾロダメージ取らんしみたいなところで、まあそこまでニカ対策のキャラとしてゾロが生きてるかと言われるとそうでもないなと思ってしまう次第でございます。まあ自分がニカ使っててね、そこまでゾロが嫌じゃないっていうのもあるんで、まあ結局そうね、そうねって感じだね。はい、避けれない先ほどからメスが。どう？はい、でかい。7。出来上がってる、こいつ。あー、これきつい。この試合きついな。味方がきっとローオランジ点で結構積んでる感あるんですけど。ボンクしかない。頼む。カウンター、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 カウンター。そっちかー。いやー、待って、ここ待って。ここ抜くしかないんやけど。あ、でか。吹っ飛ばんよな。いやー、しくった。いて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 。いやー、ゲッターがいいね。やっぱキットロー必須やわ。どう抜くねん、これ。やっぱ抜けんなー。ワノ国 BC 大事すぎやろ。くー、ごめん。無理だね。あー、よろしくお願いします。ということで、エンマゾロとやっていきたいんですけど、もう、やっと来てくれた。マジ、リーグにエンマゾロ全然おらんねんけど。みんな使ってない？もしかして。マジでおらへん、エンマゾロ。まあまあきつさはあるんかな、やっぱり使ってての。言うてもアタッカーということででかいよ。まあ、結構このメダルだとね、まあ、なんでそれが当たんねん。後ろ、後ろです。まあ、そんなにでかすぎ、これ痛くないので。はい、ここ怖い。こっち来い、こっち来い、こっち来い。はいはいはい、1000ね。はいはい、大丈夫よ。あー、ナイス。ちょっと待って、オッケー、当たったけどバジュランかぶったっぽいな。はい、でかい。さあ、エンマさんがいないのでお話になりませんけど、このダメカットね、ほら。ルフィ対面もカッチカチなんで、正直火力ないキャラの攻撃は基本的に一桁になりたい。痛い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 。自分の火力も一桁。痛い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 。地味にさ、やっぱ攻撃力 20% バフがさ、効いてるんよな、ニカって。スキル1大事やと思うわ。スキル1当てたらさ、攻撃現象やから、本当に火力通らんくなる。いって。はいはいはい。その辺もね、ニカの噛み合って、裏取りは任していいかな、ダメかな。言ってくれ。ちょっとスキルないからどうしようもないな。はい。それは？カウンター？あ、そっち。一桁。はい。さあ、肉一回もらって握らせますか。いや、真ん中守れたな。ゾロか。さっき真ん中守りまーす。はい。味方が漫画した。ちょ、まずい、これ。まずい。ナイス。危ねえ。ここ抜かれるとこやった。やっぱ体力あるニカのね、ダッシュ速度異常ですね。はい。さあ、任してください、ここは。ニカ対面絶対大丈夫よ。でかいよ、それ。はい。一陣行きたいなこれ。誰だ？はいはいはい。当たりますかね。オッケー。レッツ
痛い。あ、ゾロや。いやー抜かれる。待って、バジラング。そっちか。いやー、バジラング来るかな。カウンター合わせるよ。はい、間に合うわけがない。間に合うわけがないが、勝ちは勝ちかな。勝ちは勝ちよ。打ち切り強いよな、ニカ通常。最近思うけど。はい、それは、OK、OK。まあ、抜かれることないね。勝ったね。あんまりゾロがおらんな、やっぱ。結構ね、ゾロが1試合もいない、1試合もというか1人もいない試合がね、何回か続いてまして、ゾロがいないことには動画を撮れないということで、頼むからゾロ行きたい、大大大大大。あー、よろしくお願いいたします。さあ、サンジ君かな？サンジ君来た。来いよ。見せてもらおうじゃないか、サンジの力を。まず打ってくる。まあまあくら、まあ全開した。あ、痛い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 、バジュラング。ああ、そうか。80% ゲージじゃないから、よろけんのか。さあ、どうする？もうこれ正直？あ、大丈夫そう？これさあ、サンジさあ、負ける気せえ。一回火力試さす？ 100% にさす？あ、赤にしてもうた。あ、これ来るんじゃない？スキルに、スキル、す、あ、食らう。どう？スキル1。ああ、そっちなんや。ああ、終わったな、じゃあ。はい。これで、あ、スキルに溜まってるでしょ、さすがに。撃つんじゃない？それはちょっとお疲れ様やな。いた。それはちょっとタゲ取らへんな、かわいそうやな。ちょっと食らってみたかったんやけど。どれぐらい食らうんやろ。危ない。まあね、なんかまあ今やらんかったけどさ、ちょっとこれ当たるね。サンジ君さ、正直さ、ニカ側がバジュラングガンあったらさ、スキル1打ってさ、ジャス買いさせてさ、その後バジュラングガンでボーンでさ、もうほぼ瀕死なんよな。瀕死というかまあ、ワンチャンワンパンできるよな。ニカ側がエリア内で打てばワンパンできる。いったニカね、地味にエリア内でダメアップと、よいしょ、自陣でダメアップやったっけな、があるんで、自陣ちゃうわ、あのスキルに発動でダメアップと、立たないでダメアップか、があるんで、よいしょ。意外とね、やっぱ火力通るんだよね、ニカ、スキルにだけ。飛ぶのいい、それはちょっと無理、10。いや、やっぱ強えな、ダメカット強くない？95% 結構異常やけど。まあでも元からね、防御バフマックスになれば、カイドウの攻撃も全部一桁なんで、あれなんですけども。はい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 。だからちょっと迷うよね。今回結構このダメカットメダル試したんですけど、まあ実際ね、そのカイドウ2枚メダルとか、カイドウ3種とか、あれもダメカット 10% 乗っかるから、わざわざね、このカチカチメダルで 20% に持っていかんでも、10% は正直誤差かなとも、思わなくもない。で、タグは向こうの方が多い。固有も強い。ということで、まあダメカットメダルどうでしょうねってなってます、今正直。まあ、ロマンはある。二人。